いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ。コンビニ編。とっても天気のいいある日、アンパンマンとバイキンマンはママに頼まれてコンビニへ牛乳のお買い物に行きました。でも二人ともちょっとはしゃぎすぎじゃない？うわーい、おいしそうなのいっぱいある。広いぞ、走っちゃうぞ。他のお客さん、とっても迷惑そう。お店の中で走ったらとっても危ないよ。あ、見て見て、こんなお菓子見たことない。味見してみよう。このジュースはどんな味だ？お金払ってないのにお店のもの開けちゃダメだよ。これじゃあ泥棒さんだよ。どれにしようかな。やっぱりやめた。これにしようかな。やっぱりやめた。これにしようかな。やっぱりやめた。ああ、他のお客さんも買うんだよ。そんなにベタベタ触らないで。もうどれにするか決められないから全部買っちゃおう。プリン、シュークリーム、ロールケーキ、一体誰がそんなに食べるの？ママに頼まれたのは牛乳だったでしょう。カゴいっぱいにコンビニスイーツを詰め込んだ二人、レジの前をうろ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 。お姉さん、俺様とじゃんけんしよう。じゃんけんで勝ったらレジに並んであげる。もう店員さんプンプンに怒ってるよ。お仕事の邪魔をしないでよ。やりたい放題のアンパンマンとバイキンマンに困り果てた店員さんはおまわりさんを呼びました。そして悪い子の二人を捕まえてもらったとさ。動画は楽しかったかな？他のいやだいやだの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。たくさんあるよー。